秋葉原駅長の佐藤でございます。今回秋葉大好き祭り2013ということで初出展、初参加でございます。JR としまして、鉄道のファンを作りたいということで、ちびっこ駅長の制服をご用意しまして、多くのお子様のご来店をお待ちしております。今後の計画としまして10月に、鉄道記念の日がございますので、それに向けてまた、新しいイベントを考えているところでございます。引き続き JR 東日本をよろしくお願いしたいと思います。ありがとうございます。こちら東京アニメセンターのブースとなっております。秋葉原の UDX 4階にございます。こちらの初音ミクの商品が、東京アニメセンターオリジナルの商品となっておりまして、アニメセンターでしか売っておりません。あとこちらの方の、あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らないという商品なんですけれども、こちらの方は秩父市の方でしか販売していないので、東京ではここだけになっております。こちらが、ロースカツが入りました肉の万世のマンカツサンドでございます。はい、お肉で有名なマンカツサンドいかがでしょうか。で、お肉がさらに2倍入りました。こちらが2万カツサンドでございます。ロースカツががっつり2倍、これを1人で食べれる人はなかなかいないと思いますが、1人で食べても美味しい、みんなで食べても美味しいマンカツサンドでございます。続いてこちらがですね、ヒレカツサンド、柔らかいお肉のヒレカツサンドでございます。はい、一度ご賞味くださいませ。そしてこちらが肉の万世の、ハンバーグサンドでございます。はい、レストランのハンバーグをそのままフライにしてサンドイッチにしました肉の万世のハンバーグサンドでございます。黒毛和牛を使用しております。これは書いてございませんが本当でございます。以上、肉の万世のカツサンドよろしくお願いいたします。私どもはこれ今日は秋葉原祭りで、秋葉大好き祭りでございますので、秋葉原が本店の万世ということで出店させていただきました。で、ニコニコ超会議とかにも出ましたんで、はい、皆様に非常に好評いただいてありがとうございます。はい、なごみ茶屋娘です。ときわです。ちまきです。つまきです。秋葉大好き祭りにブースを出展しているんですけれども、27日、本日が発売日となっております。こちら金魚夢見歌ですね。はい、こちらなんですけれども、春夏秋冬で、四季プロジェクトの、楽曲を出しておりまして、今作が、2作目の夏の楽曲となっております。他にもですね、こちらココ一番屋さんとのコラボレーションを当店行っておりまして、こちらの方の、紹介としまして、こちらココイチさんのレトルトカレーの方を本日置かせていただいております。はい、お店の方では、コラボした神田半辺カレーというオリジナルのものを販売しているんですけれども、ちょっと本日はお持ちできなかったのでポークカレーとビーフカレーなんですけれども、はい、あとは本日こちらですね、こちらの DVD の方なんですけれども無料でお配りしております。はい、今までの活動の動画などを詰め込んだもので、これを見ればもうなんか分かる、はい、かなり楽しい内容。そうですね。あとはこちら当店オリジナルブレンドのお茶になります。桜緑茶になりますね。こちら名前が春と同じになっておりまして、コンセプトとして一緒に出したんですけれども、こちら結構美味しいお茶になっております。はい、どうもサンゴリアムショップです。どうも。毎年参加させてもらってます、こちらの大好き祭りに参加させてもらってますレアモノショップです。今回もね、レアなものをたくさんちょっと物販で持ってきまして、こちらの大好き祭りで販売させてもらってます。ガジェットから PC に使えるものから、スマートフォンに使える商品など、いろんなものを持ってきて、最高では鍋とかも売ってます。いろんなものを売ってる面白いお店としてやってる秋葉のレアモノショップでございます。はい、秋葉大好き祭りはですね、
まあ、やっぱり今回で4回目ということで、まあ、やっぱり日に日にそのクオリティが上がってるなっていうのは感じまして、あとやっぱり秋葉の方々たちのまあ協力がより強くなってるのを感じてます、はい。まあ、今後また次は来年の冬ですか、はい、冬にあれば ある予定だとは思うんですけども、まあ、また出展させていただいてより良きまた秋葉をみんなで伝えられたらなと思っております。ここのブースではこういうハートの基盤を使ったメイドさんと一緒にハンド付けをしています。メイドさんと一緒に遺伝子工作のブースとなっております。まずこの基板が珍しいのはピンク色をしているということですね。で通常の基板というのは緑、黒、赤、白なんですが、このために実はピンク色のレジストというものを開発しました。これがまず珍しいという、それとハート型をしている。でこのハート型に実はくり抜くのは非常に高度な技術が必要ですね。でこれはなぜこうしたかというと、メイドさんのイメージに合わせるためですね。メイドさんはこのような人と持つとですね、ほらセクシービームということですね。私たちはガンプラを作るプラドルです。はい、当時お先社と戸ヶ崎律なんですけど、はい、今こちらではガンプラの新商品と中古を安く売っていて、そしてこちら12時、2時、4時にそれぞれガンプラ教室をやってるので、よかったら遊びに来てください。これロングスリーパーでヨーヨー空回りする技です。こうやって回ってます。ヨーヨーはこういうね空回りを使って技をするんで、有名な技といったらこれ犬の散歩、ザー、あとはコカ・コーラの時に有名なブランコ、回すこともできます。あとは輪投げ、下も投げられるし上も投げられます。あとはループ・ザ・ループ、外側とか内側とかの、ね、組み合わせでいろんな、ね、技ができます。あとは、ね、形を作る技、星、あとは東京タワー、こうした誰もが知ってる技からこう最新の最新の機種に使ったこんなことまで、はい、できちゃいます、はい、今のヨーヨーはそうです、ね、回転時間が10分ぐらい回るので回転の長い時間を利用して技を放ってください。全部ルールがあるんで、ルール通りにやればこうやって絡まずに技が無限に繋がります。ずっとヨーヨー回ってます。でも最初長い方絶対やりやすいと思います。今こちらでは、秋葉の系の萌えのお土産を販売しております。で一番人気なのがこちらの秋バナナと、あとこちらのチョコ大福が一番結構人気です。うちの萌え衆、こちらの五条、五銀、マイカ、一つ、こちらのこの子の絵を見て味を想像して、雪に深いところに育ったというイメージで、キャラクターを作っております。お酒も雪深い、福島の南会津豪雪地帯で作っている、ちょっとふわっとして甘く、ちょっと甘く感じるような日本酒になっております。でこの子、お銀ちゃん、ちょっとツンデレ系なんです。ちょっと辛口の日本酒を作ってみました。こちらが、マイカちゃん、ちょっと田舎の女の子っていう感じのイメージでお酒を作っています。日本酒、女の子がキャラクターを作ってからこの子に合わせた酒を作っている、3種類ともそういう感じで作ってる日本酒です。まあ飲んだ時にこの子の女の子の性格とかいろんなことを想像してもらって、で飲む前にこの子の感じで酒の味を想像してもらって、非常に新しい取り組みの日本酒を
作っております。秋葉原の中央通りの方で店をさせていただいてまして、今回まあ家やって声を追いかけていただいたので、弊社として閉店として出店しました。はい、基本的に、東方プロジェクトの商品やですね、あと夢日記の商品、あとボーカロイドの青木ラピスですね、こちらの方の商品を中心に取り扱っております。東洋計測器の方です。今回は、計測器うちの方を販売してますから、スペアナ、オシロスコープ、あの騒音計、サーモグラフィー、あとちょっと変わったのはこういうプカプカってちょっと、まあ、秋葉原地区にちょっとフィギュアをこうやって入れたりとか、アテネーターをこうやって入れたりすることが飾れることができますよっていうのを今回置きました。で主にまあ中古もこういう中古の計測器もやってるんですけども、まあそれをあのうちはあの神田1丁目の方で、お店を出してますので、それを今回こちらの秋葉原大好き祭りということでちょっと出店をさせていただきました。お店の紹介という形ですね、ということです。ですね、ちょっとここではあの二足歩行ロボットの、体験掃除をやらせていただいています。で、このロボットのコントローラーで操作をしてこのロボットを動かすことができます。で、結構手軽にできるようになっているので、もう一般の人でもマイボタンを押すとロボットも勝手に歩いてくれますし、横ボタンを押すと攻撃してくれたりとかいうふうにあの手軽に遊べるようになっていますので、ちょっと皆さんであの体験してください。日本アンドロイドの会の秋葉原支部で出しています。秋葉原支部のアクセサリー部ですね。で、NFC というこういうシールがあるんですけど、こっちの方が分かりやすいですかね。これ IC チップが入ったシールです。で1枚100円で販売してるんですけど、今スマートフォンで読み取ることができます。で例えば、まあ、こっちにアンドロイドのタブレットがあるんですけど、ここに NFC のシール貼ってあります。でタッチするとこうやってタッチするだけで犬の動画が流れてきたりするんですね。でこれ別のタグをタッチすると、これにしましょう。こんな感じで電車が出てきたり、でこういうタグのデータをスマートフォンで簡単に書き込むことができます。で Android をすごく便利に使うツールとしてこれをまあ今回紹介させていただきます。若松通商です。今回はですね、こんな感じでこうピンク色の基板だとかですね、ラズベリーパイだとかですね、3D プリンターとか出してます。こんにちは、秋葉原で、印刷会社をやっております株式会社高山と申します。今回出店しましたのはですね、秋葉原にある、印刷屋さんだということをですね、ちょっと知ってもらいたいと思いまして出店しました。今回のブースはですね、 GE 企画センター様とのご好意によりまして、ファンシーペーパーとあとデザイン関連本ですね、あとカラーチャート、色見本など、あとインクジェット用紙、それとあと CD ロムの素材集を販売させていただいております。どうぞよろしくお願いいたします。で一応この路面電車が走ってた頃から弊社やっておりますよっていうのをちょっとこういう写真見つけましたので、ぜひ紹介したいなと思いまして、ポスターにしてみました。ちょっとこの場には似つくかわしくないかもしれないですけど、2階にもこのような展示がありましたので、今回の、ディープに秋葉原というの趣旨にも少しは合致するのではないかと思いまして、出展してみました。今回のですね、出店の経緯はですね、秋葉原の店のお店の、展開ですね、アマチュア無線展開の方がですね、声かけていただきましてですね、我々メーカーが出展することになりまして、こんな機会はないということで、ぜひ秋葉の街で展示会に参加させていただきました。
私どもアルインコ、あの FM のトランシーバー、ハンディタイプのトランシーバーがメインなんですけれども、特にあの業務でお使いいただいたり、別に免許いらなくて、どなたでも誰でもどんなシチュエーションでも使っていただけるような無線機、まあ、それからのいわゆる趣味の通信のためのアマチュア無線機、そのあたりを今回は、メインで勉強させていただいてます。まあ、今回これ出品しようとしたのはですね、秋葉にも昔あった無線っていう世界をもっと広めてるっていうことで、出品させていただきました。今アマチュアの無線っていうのはちょっと停滞期に入ってますんで、それをもっと皆さんに広く知っていただくということで、今回出展させていただくという機会を設けていただきましたので、いい機会だと思いまして出展させていただきました。アマチュア無線のね、面白さはやはり相手、見えない相手とこういつでもつながるこの楽しさというのは、これ一回やったらもうやはりやめられないというかですね、世界かなと。やはり小さい頃からこうね、ラジオ少年で育った人たちも結構今また再度アマチュア無線を始めようという方も結構増えてますし、また今小学生、中学生、高校生の方もどんどん増えてきてますのでね、またこれからアマチュアのこの面白さ、またネットでは味わえないこう実際の通信という世界、自分の声と初めて聞く相手の声とこれで通信ができた楽しみというのは、やはり一回やってしまうと生涯忘れられない。また一時休んでもまたある年齢になったらまたやりたくなるという世界かなと思いますんでね、ぜひアマチュア無線を国家試験がありますけれども、そういう難しい試験ではないので、皆さんアマチュア無線を、ね、一つ、資格を取って、始めてみていただきたいと思います。よろしくお願いします。